イメラジオ第3469回、今日は令和4年1月12日水曜日です。時刻は午後5時半、横浜港北、水曜日の夜となりました。5時半、師走の頃と違い、もう1月12日西の空に少し明るみのある、それだけ日が長くなってきたんですけど、もう夜は夜ですね。やっぱり今日はとっても空が青空で、午後は緑道走りに行きましたが気持ちよかったですね。今も空が澄んでいて夜空で、半月より少し大きい月が天高いところにあります。今宵は時間経つに従ってこの月が西へと傾いていきますね。楽しみですよ。さて、イメラジオ3469回目、今回はアルマダ海戦取り上げます。1588年のアルマダ海戦、このアルマダ海戦の主役はっていうと、フランシス・ドレイクですね。フランシス・ドレイク、これは高校世界史でも出てくると思います。で、1588年ってことは16世紀の後半、エリザベス一世の治世です。で、このエリザベス一世がこのドレイクに、イギリス海軍を託し、そしてドレイクが頑張った、そんなアルマダ海戦で、アルマダ海戦ってことはアルマダっていう場所で戦いやったんかなってふっと思いますが、そうではなく、アルマダというスペインの艦隊があって、これが無敵艦隊って呼ばれたんですよね。当時フェリペ2世の頃です。フェリペ2世の頃、スペイン、日の沈まぬ国、すごかった頃ですよね。ただし、このフェリペ2世が没してから、その後の17世紀ですね、17世紀になってくると、急速にスペインが力衰え、で、国内に産業が育たず、インフレーションが加速しとかっていう、そんな話は以前しました。で、今回のアルマダ海戦の頃はスペインはまだそれでもすごかった頃で、そのすごかったスペインが自分とこの植民地であるオランダでプロテスタントがいいというふうにオランダ人が言い始めた。で、ちょうどこの頃プロテスタントはフランスでユグノーで、オランダではゴイセンというふうに呼ばれていた。これも高校世界史で出てきますよね。で、このそのオランダ で植民地をしてくるハプスブルクのフェリペ2世、これに対抗する、そういう戦いがオランダ80年戦争ですよ。1568年からもう80年間ベストファリアまでね、ずっと続く戦争があって、そのちょうど始まってから20年経った時に、そのオランダ独立戦争の一環としてこのアルマダ海戦があるのですよ。で、アルマダっていうのはさっきお話したように無敵艦隊
アルマダ艦隊なわけですね。でそれに対して同じくプロテスタントということで、イギリスがオランダに協力、イギリスがオランダに協力する。でイギリスの海軍がそのスペインから北上して、フランスの沿岸地域、フランスの沿岸地域にまでやってきてた。そこに攻撃をかけたのがアルマダ海戦です。だからカレーって町がありますよね、フランスに。あの沖合なので本当はカレー海戦ぐらいに言えばいいんですけど、まあアルマダ海戦というふうに歴史的な呼称がそうなっています。高校世界史でもアルマダの戦いかなんかじゃないでしょうか。でなかったらスペイン無敵艦隊が敗れた戦い、うん、1588年です。でその時イギリス海軍を率いたのがドレイクさん。でこのドレイクっていうのがここでいきなり出てくるわけですよね。誰かわからぬままドレイクっていうのがふっと出てくる、そしてふっと消えていくんですけど、このドレイクって人は波乱万丈の人生を送ったお方で、まあ船乗りではあるんですけど、まあ、当時の船乗りは海賊だったわけですね。ですから教科書または世界史の、まあ、参考書なんかでもこのドレイクについて、ちょっと詳しく書いてあれば死略船の船長みたいな、こんな書き方をしてますね。つまり略奪をするなんていうか公ではない、船の船長と、まあ、要するに海賊船の船長であった。でこの海賊船というからにはその富を持つ船から奪わなきゃいけないわけですよね、海賊やるんだから。その富を持つ船はっていうとズバリスペインなんですよ。でスペインは新大陸、主に南米からですね、もう金銀そういう貴金属、そしてまあ、いろんな装飾品、そういうものをもう船にぎっしり積んで、それでスペインあるいは欧州に持ち込んで、でそれが日の沈まぬ国スペインの栄光を支えたわけです。ポトシ銀山、銀が出ると、でその銀を現地の住民をもうただ働きさせて掘り出して、そして欧州に持ってくるだけでその銀が価値を持って財政となるわけですから、こんな楽な財政は、国家財政はない。ですからスペインが繁栄したのも当然なんですけど、それに頼り切ったわけですね。つまり南米から銀、あるいは他の場所からも金、そのようなものを持ってくれば欧州で売れて、そしてそれが国家財政になるんだから、国内に産業を育てようとかそういう機運がないし、そしてユダヤ人とかあるいはプロテスタント、これをもう追い出しちゃったわけですね。そしてこのユダヤやプロテスタントこそこの金融であったりあるいは産業であったりのリーダーたち多かったわけで、ですからまあスペインがものすごく衰退していった。で南米の貴金属といってもいつまでもずっと掘り出せるわけではなく、やがて枯渇していきますから、要するに植民地の資源に依存するだけの経済だったので、で何度も言いますが国内に産業を育成することもなく、そして金融政策をきっちり運営する人材もおらず、というわけで17世紀にはスペインが急速に没落して、その分スペインから独立したオランダの時代になっていきますよね。でドレイクに話を戻しますと、このドレイクっていう人は
そのスペインの船から「おら」と「荷物出せ」と「命が欲しかったら荷物出せ」と「素直に出したら助けてやるぞ」みたいな感じで海賊をやって、しかもこの人すごいのはですね、南米の一番南、南米の一番南、今アルゼンチンとかチリとかがあるあの岬を通ってものすごい荒れるらしいんですけどね、あの辺って、あの岬をなんとか通って、でこれで大西洋から太平洋に出ますよね。で太平洋を今度は北上し、するとチリの沿岸をずっと右手に見ながら航行することになります。そしてこの辺は太平洋に浮かんでる船っていうのはもうスペインの船ばかりで、なぜかというとこちら側、新大陸の太平洋側にいるのはもうスペイン人だけだったから、だから言い方を変えれば太平洋に出れた最初のイギリス人がドレイクさんなんですよ。でこのドレイクはこのまんまですね、スペインの船をまあかつ上げしてですね、ほいでたっぷり略奪品を積んだ後、今度は西に進路を取って太平洋横断、これもすごい。だから当時マザランって人が世界一周やってましたね。これも世界史で出てきますけど、マザランって人が世界一周やってたんですが、そのマザランがやってた世界一周、これは噂に聞こえてくるだけなんですよ。でこの世界一周で得た情報、そして地理、地図、このようなものはもうスペインの国家機密でしたから、あんなもの流出してこない。ただしぼんやり噂で聞こえてくる、そのぼんやり噂で聞こえてくるそれをですね、もう情報を継ぎはぎして、でまあ運もあるんですね。よしと、このまま太平洋西に行くぞと、そうするとフィリピンに行くはずだ。で実際にフィリピンに到達した。でその後インド洋を越えて、今度アフリカの一番南の、ここは喜望峰ですよね、この喜望峰をまた巡って、そして大西洋を北上してイギリスに帰るという、すごい航海をこのフランシス・ドレイクやってるんですね。これ2年半ぐらいかかったようです。そしてこの時のこの戦利品がですね、イギリス国内で売りさばいたらものすごい値がついて、まあ、よく言う大航海時代に、まあ、船に投資をして、例えば3隻出て1隻でも帰ってきたら、そしてそこに香辛料を積んでるとか、あるいは今回みたいに貴金属も積んでる。あ、でドレイクはね、その奪った銀、この奪った銀でちゃっかり香辛料もですね、モルカ諸島を通り過ぎるような時に香辛料の貿易やってるんですよ。これはきっちり海賊やったんじゃなくて、ちゃんと代価払って貿易やっています。だから香辛料も満載で、貴金属も満載で、それをイングランドに持ち帰ってきて、でマーケットに出したらもうすごい価格で売れて、それがこのドレイクに投資していた人への配当となるわけですね。だから 3隻やはり4隻5隻のうちの1隻でも帰ってきたら、そしてこのようなものを積んでいたら、その3隻あるいは4隻5隻それに投資していた残りの部分が全部ゼロになっても、この投資は大成功になります。しかもこのドレイクに投資していたその非常に大きな投資家こそ当時のイギリス王室で、ですからこのドレイクの機関およびその戦利品の売却によってですね、当時のイギリスの国家財政はなんと赤字が全部解消されたというすごいお話が残っていますね。当然エリザベス1世はこの英雄であるドレイクに感謝し、そしてSir っていうね、
貴族に与えられるあの称号を与え、ということで、もう今回お話しするアルマダ海戦の前からですね、エリザベス1世のドレークに対するですね、信頼というのはもう並々ならぬものがあったわけです。ドレークならやってくれると。そしてエリザベス1世のお姉さんのメアリー1世、このメアリー1世は一瞬イングランドをカトリックに戻そうとしましたが、このブラディ・メアリーと呼ばれたこのお姉さんが亡くなり、そしてこのお姉さん、この人は形ばかりとはいえフェリペ2世とも結婚してるわけですよね。でその後エリザベス1世が即位し、そしてプロテスタントに戻す、つまり父親のヘンリー8世の方針に再び戻すということから、スペインのフェリペ2世はこのエリザベス1世をよく思ってるわけないわけですよ。そしてエリザベス1世は同じくスペインの統治に進言しているすぐ近くの、つまり海挟んだ対岸のオランダ、このオランダと手を結ぼうというその挙に出るに及び、フェリペ2世は艦隊を派遣した。これが今回のアルマダ海戦なわけですよ。でここでもそのエリザベス1世は満を持してドレイクにですね、あなた行ってきなさいと、ドレイクあなたしかおりませんと。そしてドレイク、これがもうスペインの艦隊がね、リスボーン、当時は1580年からポルトガルもスペインも同じ王様をいただいていましたから、リスボーンから出てるこのアルマダ、このアルマダに前言洋撃作戦みたいにですね、なんとなく主な海戦を挑むっていうわけではないんだけど、こう船を1隻2隻とこう沈めていく、そういう作戦をとって、徐々に徐々に疲れさせてるわけですね。そしてアルマダがやってくると。でイギリス海軍からしてみたら、ホームグラウンドで戦えるわけですよね。向こうがやってきてくれるんだから。そしてちょうどフランスの沿岸にこのアルマダというスペインの無敵艦隊がやってきて、そして停泊している時、しかも風向きがちょうどイギリスからフランスへと風向きが吹く、その時をじっと待ってたんですね、ドレイクは。そしてピタッとこの風だという風が吹いた夜にですね、英語で調べてれば「ファイヤーシップ」っていうふうに書いてありますよね。ファイヤーシップっていう、なんか火船っていうんでしょうか、訳せば。つまり船に燃料を満載した、船、これに帆を張って、そしてちょうど風が強くイギリスからフランスへと吹くその時、そして夜を狙って、その船に火をつけるわけですね。ってボッと燃えるわけじゃないですか。そしてその燃えた船を停泊している、そしてしかも寝ているアルマダへと風に乗せて突っ込ませると。で特攻攻撃ではありませんから、その火つけた後その人たちはみんなドボンと船から海に降りてというか逃げて、でそれを救助して、で空の人の乗ってない船ね、ファイアシップだけがスーッと風に乗って無敵艦隊へと進んでいくと。しかも衝撃が起きた場合には爆発するようにちゃんと爆弾も積んでいましたから、これでアルマダは大混乱し、でこれ資料によってまちまちなんですけど、3分の1とも、あるいは半分とも言われる船がこれでたった一夜ですよ、たった一夜で失われたと。で大混乱してる時こそ一番攻めてる側からすりゃチャンスですよね。だからいくら大船団組んでも、こんな血のりのないところへ来て、しかも夜で、そして不意打ち食らったら、だからこの辺だからドレイクの見事な采配なわけですよね。
で今歴史として結果知ってるから、ああこういう火舟使ったんですって言えるけど、その発想をまず思いつくっていうのが、まあ、すごいといえばすごい。しかもそれをしっかり実行する、それはちゃんと風向きを読んで、あのきつい風があの吹く時を待つっていう、いつも思い通り風なんか吹いてくれないし、で風ってあのふっと変わりますよね、あの風向きなんて。だからそれが風向きがこれだと必ず変わらないと、この夜中はこの風がずっと吹くはずだっていう、それはもうずっと船乗りとして風の向きっていうのを熟知していたドレイクのその経験がものを言ったんですね。この1588年スペインの艦隊は方法の艇でスペインへと戻った。でスペインへと戻れない船は同じくカトリックであったアイルランドの方へ逃げたということですが、これも逃げきれなかったようですね。あのなんで見ますが、この辺はイギリスのホームグラウンドですから、まあ距離こそ違えど、距離こそ違えどロシアのバルチック艦隊がわけわかんない、日本海までやってきて、それをきっちり待ち伏せしてあの迎え撃った、あの日露戦争の日本艦隊みたいな、ちょっとそんな感じがしてきますね。アルマダ海戦、世界史の流れがこれでスペインからイギリスへとぐっと変わった。でイギリスというのはもうスペインと違って、あの植民地もまだ持てないし、あの国内に目立った産業もないし、だからその意味ではもうあのスペインよりも全然遅れたイギリスだったわけですね。で国土は貧しいしと、でフランスみたいに豊かな農業国なわけでもない。当時はまだあの農本主義でしたから、農業こそ価値の源泉みたいなところがあって、そしてそれに、まあ、あのスペインがね、貴金属を南米から持ち込んできて価格革命が起きているとはいえ、まあ、あの持ち込んでくる貴金属の量はやっぱり知れてるといえば知れてる。あの一番基盤となる富の源泉は農業だった。でその農業においてもイギリスはまあ国土が痩せてるわけですね。羊ぐらいしか、ね、羊ぐらいしか飼うことができない、そんな土地なんですよ。ところがそのイギリスがですね、あの海運業として、あるいは金融業として、でやがては工業もという感じで、こう徐々に列強として欧州のトップへと上り詰めていく、その世界史の転換期がこのアルマダ海戦、このように言っていいでしょう。夢ラジオ第3469回、今回はアルマダ海戦取り上げました。水曜日の夜、もうすっかり夜になりました。